スースーに春ぞ2位何年2位、はい、すいませんよし ハロウィンなのでね、はい、これで見て、じゃーん、かわいいでしょ、姉です。髪の毛は何もない。このこっちはティッシュ、ここに、あ、これ、うん、うん、オッケー、テープつけない、ピンじゃん、ピンか。じゃあ今日はハロウィン間近ということで、この子たちを使って私はパペットスンスンに、違う、スンスン、あ、はい、スンスンになります。アンナさんはノンノンになりますほぼあれです、あの私の強制で、あの、はい、本当にごめんね、あのトリコのみんなはそんなアンナの姿は望んでいないと思う。その清楚なあの繕っている可愛い、鼻水出る、可愛いアンナちゃんを望んでると思うけど、ポキは、やりたい、しょうがないから付き合ってあげるっていう。え、なんかさ、ヘアピンとかないの？これ全面にやりたいんだけど、顔取ってこうか、鼻水噛んでくわ、うん。じゃあ優が一人でショールーム、ショールーム大好き人間が一人でやります。そうそう、あの11月2日のあのショールームの特別配信が決まりました。ありがとうございます。ぜひ見てください。おしゃべり会の合間だと思うんだけど、全部やらなくていいや、全面じゃなくていい、おでこは荒れちゃうから。承知いたしました。じゃあこっちあげる、こっちもやりやすいけど。え、なんで止めやすくない？あ、そう。じゃあ、あのまずアンナはちゃんと可愛い状態を長くあのあった方がいいかなって思うのでまずはユーナからあの私のノンノノンノ姿、もはやすっぴんよりひどい姿を見たくないよって人は今のうちにもうユーナ あのメイクが終わったらもう抜けてください、アンナの配信から。はい、まずちょっとあの見よ、これ、はい、これになりますって見本、これ見てえ、これオッケー、これ目をつぶった状態にするの、うん、開けた状態、開けた状態で、でここが白でってこと、オッケー、一旦一旦全部目の周り以外青にするね。いや、鼻も黒だから、まず鼻からやった方がいいんじゃない、鼻を黒でやって、はい、こっち赤ない、それねえ、こっち見てて、ね、笑わないで、あー、すごい、お手本ケース、あ、いいね、上手次、もう先に色ある部分やっちゃうか、目の周り白くする怖え、こういういきますね。どうしたらいいの、目は開けてていいの、閉じてって言ったらもう全部塗っちゃう、ここまで塗っちゃう、ちょっとここまで塗っちゃうね、目の周り、オッケーそんなこんなやんなくてもむくから自分で
ね、ちょっと待って、ちょっとくすぐったいかも。つぶっといても。見ていい？まだだろ普通に。途中経過が見たいんよ。意外と少量でつく。うん。おお。また待ってね。両面終わってから見て。オッケー。信用してるからね。うん。なんかちょっとさ大きい気がするんだけどその円が。開けてみて。見ないでね。見ないでねじゃないよ。なに？まつげがなんか白い気がするんだけど。開けて。まつげなんて白くていいんだから。見てないよまだ。真剣なのがわかるんだけど。あの目をさクーンってして。クーン。そうそうそう。ジュース。よくわかったね私。見てなかったのにあんの顔。芸術センスはあるくんくんなに笑うな。待ってね。あ開けといて。開けといて。うん、うわあ。どう？うん。見ていい？いいよ。アンドって綿棒ちょうだいママ見てたらてね鼻に綺麗にできたからやめてよ。あごめんねせっかく鼻綺麗にしたのに下の方になっちゃったよ。ママあの鼻水じゃなくてママ綿棒あ本当だすごい もっとさ 目のさなんかさ際しっかりしあのムラがあるんだよな。わあ、キモすぎない？あんま変わんないな。悪口じゃない？うん。マジで犬の毛食ってるわ。うん。こっちちょっとこっち向いて。あのね、もっと綺麗にしたい。なんかあんな方がさ丸顔だから上手にできそう。のんのんになれそう。うん、黒ギャルみたい。ちょっとさ面白くなっちゃった。ヤマンバギャルみたいなこれ面白い。あんこれをやらなきゃいけないのか。えギャルピしといてだってギャルピ。どれおいっぱいある。いっぱいあった。うん出さないでって言ってるかこれ。こだわり綿棒、肌触り柔らか。おーい。これ今10分ぐらいだったか。うん。そっか時間制限あった。眉毛脱色したんだ綺麗になったさっきより周りが、うん、いい感じハロウィンだね。
じゃあ言えばのんのんを調べておくわちゃんと予習しておいて、うん、すんで上向いてちょっと待ってこれさアンナの方がやばくなる可能性ないあるよあるよね開けて目向けてあるよねこれアンの方がやばくなっちゃうかもアンナちゃんまた風邪ひいてない私風邪ひいてるんですよねよしやっべ一旦うん、できました一旦できてないできてないあの青塗ってもらっていいはい一旦第一工程終わったんで青を塗ります塗ってきますはい前髪朝子さん全部塗るんでしょえゆうは全部塗った方がいいよねうんうんって自分塗らないっつってんのに自分塗らないっすもっと濃くしてほしいまあ後で完成して、うん、足りなかったら足すまあいいよこれもうこのインパクトを超えることはないからさうんもっと髪まとめてくんねはい承知あの目の付近とかは綿棒でやるねちょっとはあ、楽しそうだねこうなんかお絵描きしてるみたいなうん自分がやらんばねごめんなさいこんなさイベントの後の配信がこんなんでのうん口ってどんなすんすんのすんのピンクではないよな黒だんいやちょっと待ってすんすん青か、黒でもさ開けた時黒だよねうん、黒にしとく、ね、どうしようどっちがいいと思う黒かさ青かどっちがいいと思うここで止めて30分ぐらいやめてもらっていいこれであ閉じて一応あんた歯が見えるなんか青の方が発色いいね青いいやっぱ三原色なだけあるわっ黒の方がおもろそうって言ってるうんもしさ案がこれをさしてさ明日の公演クッソ肌荒れてたらさのんのんになったせいだなって思っといてわざわざ買ったんだ青のペイントね、うん、店員さんに聞いたんだよあのフェイスペイントってありますかそしたら今売れ行きがハロウィンだからねまあ、その取り寄せてもなかなか、うん、なんだろうな眉毛まで塗っちゃおう楽しむなよ眉毛まで塗っちゃおうじゃないんだよそうあの安定してこう入ってこないんですよって言われて
ギリもうあの店員さんに案内してもらって買おうって思って行ったら売り場に残り2個だった青。こうやってさこういう感じでさ3色入ってるやつももう売り切れてて単色のやつしかなかった。単色でよかった、青、うん、使わないんだよこんな青。今年はハロウィン頑張りませんってめちゃくちゃ頑張っちゃった去年の方がまだよかったじゃん可愛いでしょスンスン。去年スンスンは可愛いんだよ、あんたがスンスンは可愛くないんだよモサモサになんないってなのかな、このさ毛は生やさないと。そうやっぱペラペラじゃちょっとダメっぽいよね画面に映る自分が最悪いいねじゃあもう大体は塗り終わりなんでやっぱちょっとさ目がさ足りないこう見た時にいやさ発色がちょっと全然違うモサヒヤじゃあもう仕上げに入っていきたいと思います。はい、目を体張るのは私も一緒だからねゾンビの方がまだ可愛かったよね。なんかさはみ出てるよ。だから今消してグッて言ってんだろ文句言うなよ怖いたっぷりつけるぞ。いやたっぷりどうして一人になっちゃったら、うん、なったらしょうがない私もなるんだから開けないでね、うん、あ、ちょっと見せるな、ちょっといいか、いい、開けてまだうんってさ、こ下も下まぶた伸ばせる、うん、いいね、ちょっと薄いな、白がどうしてだろうかな。明日これで出てほしいな、公園無理ステージに立ったら可愛いアイドル赤はす、赤つけちゃった。でも私の白足りんくなりそうよね。そうだね、どうしよう、貧相なのんのんができちゃったら。いや大丈夫じゃん、ないいけるか。左目完成あ、いい感じうん、右目もやっていきます。これ撮るんでしょ、しかも、うん、私もう恥ずかしいよ明日さ、もしメンバーに見られたらさもうどうしてどう生きて生きていいか分かんない、うん、いやでもこういうアイドルを3年やってる、あんやったことないから今まで腹いでいい、うん、顔褒められて生きてきたし、こういうキャラじゃないんですよ。ユも顔褒められてんだけど黙ってれば清掃できた、できました。あ、いいじゃんいいね、次あの青の仕上げしていくね。あ、まだ終わってないの、青終わってないよ、青がね、ハーフキーやってない、はい、うわすごっ、なんか痒くなった、あの犬の毛が、じゃあ早くしてない、鼻の穴まで塗っちゃった。結局唇どっちにするの、黒の方がいいんじゃないかな、ね、じゃあ黒で塗りますね。こう閉じた時に、ね、こっち向いてもらえる、コメント読む、読もうかなって思った。私完成してからやってどうですか、いい感じだよね、うん、だ黒の印象弱い、どう、ちょっとあれ黒足りない、足してみる、うん、足してみる。え、黒はもうこれ以上濃くならないから。 OK できた、あと唇黒を見る、閉じてリップ塗った方がいいか、よかったかも、いい、どうすんねこっちも荒れたらう
からないんだけど。ふう。よし。これから先はアンナの虜抜けてください。アンナの虜見たくない。何でも許せる人以外は抜けてください。スンスン完成。イエーイ。アンナちゃんの嫌だかも。抜けてください。じゃあお願い。私も嫌だ。そんなんで挟められたらほんとたまったもんじゃないから、抜けてください。そしたらぜひ。マジで嫌だな。あ、見て、アンナしない方がいい 気がする。アイドル。アイドル捨ててる。どうするあの決めて。アンナさんのが見たい。はい、抜けます。やっぱりアーマそういう売りじゃないからな。でもスンスン一人じゃさ成り立たないんだよ。絶対アイドルやめないで、ずっと肌が心配。お母さんに心配されてます。マジで私のが終わったらすぐ配信切って一緒にお風呂に入るっていう、うん、のを決めてるから、うん、ハロウィンなんだよね。やっぱりフォロワー減らない。そう、明日のさ公演さ、私めちゃくちゃ肌赤いかもしれない。ちょおねえ、やばいな。どうする、やる。マジでフェイス ID が通らない。やります。うわ、何、どうしたの。怖い。アナのトリコがね、一人でもね、やってほしいって言ったらやる。さよなら私のこの顔。まずじゃあ赤を。最悪。ちょっと待って、どうしよう。早く抜けてね。私のこの顔絶対見たくないよって人は抜けてね。可愛いと思うんだよな。どこがだよ。何も説得力ないんだよこれ。悲しい。アンナちゃん泣いてる。ファンの人が泣いてる。いや、ファンの人って言うけど、言うこ、ちょっと言わせてもらっていい？元ユーダのファンだから。あ、そうなの。そうだよ。ちょっと言いたかった、それは。あ、そうなんだ。いい、これは可愛いんじゃない。ほら、赤。真っ白白だからさ、うん、あ、舞妓さんみたいになりそう。ちょっと赤多めの方がいいかも。うん、ほら、かわいい。ね、綺麗な丸にして。うん、なんかこれでやる。そりゃかわいい。うん、これはまだいける。え、むず。これ見て、赤鼻のトナカイみたいな。うん。やばいやばい。そうだよ、もうこんななってんだから。マジで明日ヤッホーとか。ちょ、ちょっと難しい。白でどうにかしよう。でも白混ぜたらピンクになる。かわいい。あとはじゃあ白。じゃあボール作っとくな。うん、頭に乗せといて。アメピンとかで。あ、かわいい。じゃん、あ、じゃん、ほら、ギャー。怖いんだよ、私がギャーとかワーとか言ってると。明日のんのんで受け付けど。みんなはそれでいいんだよ、別にあんだっていいよ。俺の顔。じゃん、じゃん。まだアイドルを残しながらやってくるって。そうだよ、だって本当にかわいそうなんだもん、ユーナのポキ系に。待って、ちょっと薄めにしよう、濃いめじゃなくて。かわいそうだから。マジでかわいそう。これゆうはさんの妹とかだったらこんなん絶対しないんだろ。
そうだよ、うん、ゆうなの妹だったからね、ごめんね。丸顔だからもう似合いそうだよね。あ、かわいいただのハロウィンみたい。これこれにメイクされるこれにメイクされてんの。うん、ちゃった。そうそうそう、まだいけるっぽいな。いつからもうダメだって言われちゃうか怖いよ。目の周りを、うん、目がくちっちゃい黒なのね。ピエロのメイク似合うかもって、ジョーカーみたいなこと。その目の周りを黒くするかどうかを迷ってる。私が黒くする人なくて全部白塗って真ん中だけ白いから、じゃあ黒いからそれでいい。うん イエーイイエーイ、やばい隣がすごすぎ目やるまでは残っててくれる。これで撮るのがしんどいんだよ一番。あー今日は私メイクしたのにすっぴん見せるよりもハードル高いな。チラッて言うのかを見て笑うな。ドゥーン私のさ、うん、ファンの人さ、うん、こういうの絶対嫌なんだろうなって分かってたんだけどさ、うん、中にはやってもいいよって人もいるじゃん、うん、葛藤するんだよね毎回こういうの。ほんと人中似てないよ、うん、お、かわいい、かわいい元がかわいいから大好物ですが、ほんと、うんうん、私マッシーさんのスイカ大好き。わかる、あれ見たらもう何でもできる、何でもできちゃう。マッシーさんのスイカ真似する日までは何でもできちゃう。じゃあチンチュいきます。はーい、はーいとか言ってかわいい、そんな顔見ちゃダメだ。目つぶってたよ。じゃあもう顔やめてマジで嫌だ私がノーズシャドウしたのも全部意味ないね。早くやってユーモさ、これさ、やってる顔もさ、ほーってやっちゃう早くやってよ目の周り怖いな。え、どうする、眉毛のこの下のラインまではいける？いいねって。ピン。あっ！これって何？実用性が全くないんだけどこのピン。あるし、いつもそれでメイクしてるし。嘘。あ、こんな感じで。じゃあ。おでこ見せたのも初めて。こんなんで。嘘だわ、初めてじゃない、センター分けしたことある。やばい、どんどん目がちっちゃくなってきた。痛い目、あ、目塗るから。あの、抜けた方がいい人は抜けな、マジで。ふぅ、でも私ごめんけど、おでこまでは塗らないよ。すっごいおでこ乾燥、肌荒れしやすい。あー、怖い、ごめんね、みんな。え、優しめ私、うん、ほら見てごらん。
ほら。なんかムラがあると老けて見えるから全部塗ってくれ。ただのさ、あのシワみたいになってるから全部ちゃんと塗ってくれ。注文入りました。あーセブンティーン、私仮装するならさ、もっとさメイドさんとかさ、そっち系の方がまだ怖っ。やばい、目がペタペタする。開かない。そうだよね、うん。なんかピリピリしてくる、怖い怖い。早く落とそう、早く終わらせて、早く終わらせて、早く落とすね。この目の下はさ怖いからやめとこう、ギリギリまでやるのは。あ、できたできた。あと口を黒くしたらできた。できました。うん、だから綺麗に塗れっつってんだろ。ね、怖い。気持ち悪い。ここムラになってた。てんてるてん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 おでこはごめんけど本当に荒れやすいので隠すね。口ってす、飲むのって黒？黒。黒塗る。ちょっと待って待って待って、リップ塗ってほしい。もう塗ってる。え、ちゃんと膜できてる。うん、はい、じゃあやって。黒塗ります。変な姉妹だってでしょ。なんかさ、目がいつものさ半分くらいしかない。ママから LINE 来てる？来てない。あ、メッセージ来てない。うわ、いい感じ。うわ、めっちゃめっちゃのんのんかわいい。ちょっと練習しよう。いっせー、痛い痛い痛い。ごめん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 。いっせーので、トゥンテ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 ン。できた。これさ、私本当に嫌なのがさ、私たちが先ならまだよかったけどさ、ゆうはさんとせいせいさんやってんだよね。しかもめっちゃ可愛い感じで、ね、そう、本当に嫌だわ。まあ、いっか。ここまで、ね、眉頭が肌色、もうちょっとここ塗れってこと。オッケー。鏡使い、そんな晒すなよ。いや、もうこれ晒してみてもちょっと眉毛が、ここに今傷ある。あ、いい感じ。ほら、どう？いい感じじゃない？白なら可愛くできるよね。いや、違うよ多分。私が全面じゃないっていう。そう、甘く塗ってくれてるから。この鼻とかちゃんと塗ってくれる？塗ってくれるっていうか、だってちょっと加減がさ。違うね、肌色を残したくないか。オッケー、できました。前髪戻して、はい、明日の公演の仮装にエントリーしたら。だってよっしゃ、前髪センターで開け、あ、センターで開けたらダメなんだ。なんか怖、前髪止めてる方がいい？いや、下ろしてる方がいいよね。顔色悪いよ、相対メイクかも。あ、口開けちゃいかん。姉、妹が打つそう。どうやる？
アナちゃんはそれでも可愛いって。いやだからそりゃこれとこれでさ比べたらさあなたも前髪出したらいいの？あ、いいよこれで前髪下ろしたら怖くなったってじゃあもうえ、だって色違うよ。だっておかしいよね。長いからだと思う多分。未来のご帰省一言だって、まあ、NGT、まあ、こういうこともある、うん、こういうこともあるよね、うん、そうです、ね、可愛く踊るだけじゃがアイドルじゃないんだよね、うん、こう面白い一面とか可愛い一面とか、そう、うん、セクシーな一面とかも見せていかないとね、うん、ファンの人飽きちゃうから。そう、まあ、こういう面も好きになってこそって感じかな。え、ユナ TikTok って撮れんのかな、アカウント。あ、虹だありがとう。え、どうし、使ったことない。あ、ごめん、楽曲を選ぶ。あ、これじゃない？これでこうしてどうしたらいい？ミュートする？ミュートするけど、これ誰が持つの？うん、パパ？え、もう終わってからでいいんじゃないの？見たいの？見せたい？え、見たい？ユウたちが撮ってるところ。加工も使わないよね。確かに加工したら、あ、一応顔とは認識されてるみたい。じゃあ一応フィルターくらいはユウハさんたちと同じような。あ、そうだね、可愛い。あ、いいやん、可愛い。これさ、こうやってこうやったら横がいいのか、こうがいいのか。絶対横でしょ。あの、こう持っててほしいんだけど。うわ、音が重いね。ちょっと待って、じゃあちょっとミュートしまーす。かゆっ。
ね。明日ね。OK OK。あーごめんなさい。ワくん中ちゃん。ワちゃん。ワちゃん投げちゃった。明日。あもう完璧、明日可愛いの撮ろうって約束しました。明日普通にメイクした状態で普通に可愛いの撮ります。完璧です。ハロウィンだ。スクショタイムする？ OK。 これ SNS 載せられるの？じゃあパペットスンスンもこれにする？おお、うん、かわいいだけじゃダメで。あ、何？ちょっとさっき、え、歌うよ全然。右にどうしよう、勉強しさせちゃう、かわいいのにうなぎやっとして。揺れてるし、家が本気出してた。全然かわいくない。かわいいだけでいいやんな。かわいい。じゃあ落とす？みんな写真撮れた？普通にいいよ。ん？何？アンナさんこういうのいいやつだよこれ。だから落としたらすっぴんになっちゃうから。そっか。ダメなの。そういうことか。ポキ、うん、全然すっぴんさらしてるからさ、もう。じゃああなた落とすの？大丈夫。ちょっと味取りしようよ後で。アンナが落とさないならユウは別に落とさない。ちょっとアンすっぴんマジで ANNG 派なんで、なんでこれやったんだって話だけど。よし、じゃあ男女読んで。はい、男女読みたいと思います。恥ずかしい。この13位竹友さん、ありがとうございます。12位日焼けさん、ありがとうございます。11位ハイスノーさん、ありがとうございます。10位カンクローさん、ありがとうございます。9位豆腐屋町さん、ありがとうございます。8位のアパパさん、ありがとうございます。7位ジュンハンさん、ありがとうございます。6位プラハさん、ありがとうございます。5位松和さん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位ハブトゥセオさん、ありがとうございます。3位ノリさん、ありがとうございます。2位マサさん、ありがとうございます。1位ごめんなさい、1位トシさん、ありがとうございます。ちょっと待って、みんなさ、早い、早いんだよ X に載せるのが。バトルと超エキサイティング、ボールを相手のところにしちゃう。ユはあのバトルストーン、ちゃんとお風呂入ってまた配信するから。私の配信はこれで、またあの皆さんからのリクエストをお答えするために覚えたらお礼配信します。すごいよアンナのお礼配信聞いた？てか今言いなよ、ちゃんと返信してください。絶対1週間以内にじゃないと、私が5回連続マックス時315号歌うとかあるんで。いや今ここでメールの登録してリクエスト送ってくださいって。はい、私のメールに。じゃあちゃんと1から説明して。はい、だってあれでしょ、言ってないよね配信で。うん、うん、言って。1位から100位の方にはお礼として、好きな楽曲のワンコーラスかっこショールームのカラオケ機能で歌える楽曲に限り、歌わせていただきます。すごくない？私そう、あ、いいお礼だって思ったよ。得意なことをねお礼としてこうお返しするというのです、ね、ありますから。それはもうメールを取ってアンナのそのメールに返信してくれた方のみのあのリクエストの楽曲で、その返信してこなかった方に315号って言ったけどさ、うん、それきっちいな。5回連続もあるかもしれないよね。だったらメッセージでお礼の方がいいかもしれないかな。どうする？いやいいよ、なんかナララルルントルで名前を入れてくるらしいよ。あ、はい、なのであの返信してください。そう、返信されなかしなかった方はマックスです。はい、問答無用マックスになりますので。
はい、ぜひ妹のメール取って返信してください。返信待ってます。強制マックスです。では私の壇上も読んでおしまいになります。13位りゅうくんありがとうございます。12位りやまさんありがとうございます。11位とぱきゅうさんありがとうございます。チャットで返信見れない。10位かじゅぽんさんありがとうございます。9位天使のわけまえさんありがとうございます。8位ひよりげたさんありがとうございます。7位はやとさんありがとうございます。6位やまわりさんありがとうございます。5位ゴンちゃんありがとうございます。4位じゅんはんさんありがとうございます。3位かたやまさんありがとうございます。2位けんざんさんありがとうございます。1位まこいもさんありがとうございます。恐怖だよ急に配信、はい、お試しでもうあの返信を1週間以内にいただければノートにすぐ書くので返信してください。はい、またね。チャットは見れないです。ハロウィン配信でした。ハッピーハロウィン。明日来てねって。明日来てね。ぜひみんなもね仮装してあのコンテストに参加してください。これが見本です。これ見本にしちゃダメ。顔認証が通らない場合はあのメイク落としをさせていただくことになるんですけど明日あのぜひコスプレをして来ていただいて。かわいいって褒めます。はい、じゃあトリックアトリートハッピーハロウィーン。ごきげんよう。